はい、こんにちは、ヨシウクレレヨシです、ハロウィンの日も迫ってるというところで今日はね、簡単に弾ける恐ろしい BGM をご紹介したいと思いますね。これは C、F、G7 のこの3つの最初のあたりに出てくるコードですね。ウクレレを初めて最初に出てくると思います。 CFG7、 これが弾ければできますのでご安心ください。では、いきますね、ちょっとこういう雰囲気でやってみたいと思いますが、手元はしっかりと見えるように、しておきますね。まず C ですが、これを一つずらします。3000は C で、これは4000になります。はい、そしてごめんなさい、 F のつもりがこの F がこうずれるわけですね。 A1 弦から0203になります。そして G7 のこのつもりが1フレットずれるので3230、こういった押さえ方でいきます。そしてまた C のつもりですので4000と、こうなりますね。これあえて音は出しませんので皆さんが、きっちりと押さえて弾いてみてくださいね。じゃんと、引き下ろすのもいいですし、こそこそっとアルペジオ風に弾くのも、いいです。非常に恐ろしい音がしますのでね、工夫してやってみてください。コード名はと言いますとね、これもう分かりません、僕も分かりません。 C のマイアドマイナスナインスとか、この F のつもりのやつが、C の10プラス11の13とかね、この G7 のつもりが A フラットと7のメジャー7というようなことになるんでしょうかね。まあ、またそれは研究してみてください。じゃあ、音を出して実践してみてくださいね。それではまた。